どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日も醤油ウォーズにチャレンジしていきたいと思います。実はね、今日、間違えました。こちらですね。醤油ウォーズストアで、スーパープレミアムっていうのにね、課金したんですね。これをすると、1ヶ月差し放題、さらに、人気女流棋士の声を選択できたりね、あとは寄進がもらえたりするんで、ちょっと買ってみました。ということで、今日はね、香川さんの声でやってみたいと思います。今日は3分切れ負け通常でやっていきます。よろしくお願いします。ポチッと。ちょっと3分初めてなんで緊張しますね。これ切れ負けしちゃいそうですね。あ、始まりました。あなたが先手ですって言いましたね。あ、始まりました。ちょっと中飛車でいきます。早いですねこれ。なるほど、9四歩はちょっと意外な感じですね。中飛車でいきます。ご機嫌中飛車。どうなるかな。とりあえず美濃囲いに囲っていきます。畳の囲い話してる余裕ないですね。とりあえず5六銀と進出させていい形を作っていきます。4五銀から仕掛けを狙っていきます。5四歩と早速仕掛けていきます。時間がないですからね。5四銀同銀同飛車6三金という感じになるんでしょうか。ここは長考になりましたね。はい、取ります。6三金には5九飛車と引いて、あ、これも飛車を引いておきます。この後ちょっと難しいですね。5四歩と受けるんでしょうか。あ、これはもう5四歩と打って勝負していきます。銀を逃げた時に5三銀と打ち込んで、ちょっとこれはポイント稼いだかなという感じですかね。と金で突破できましたね。うん、これは美濃囲いが生きる展開になりましたかね。意外に3分長いですね、これやってみると。まだ30秒使ってませんね。どうしよう、迷う。あ、これも香川さんの声なんでしょうか。難しい。もう少しでゴールが見えてきていますけど、どうなるか。3一銀。これが決め手になるか。同角と取るか3二玉と逃げるかなんですけど、2二銀なりから同玉3一角の筋で詰み筋入りましたね。はい、3一角3二玉2二金と打って、はい、勝利いたしました。素晴らしかったよって言ってもらいましたね。ありがたいですねこれ。じゃあ解析をポチッと押します。はい、じゃあ初手から振り返っていきます。そうですね、中飛車でいきました。まあ、この辺りは割と快調に進めていったかなというところなんですけど、今日はね、ゲストが来ているんですね。どうぞ。失礼します。はい、ということで、女流棋士の香川真央です。お邪魔します。よろしくお願いします。ありがとうございます、香川さん。スマホの中から今、飛び出てきました。まさかでしたよ、ちょっと。本物に会えるとは、ちょっと足震えてます。なんでですか。やっぱりこれがあれですよ、スーパープレミアムプランの特典ですと。皆さんにもあるんですか、これプレミアムになると。あるかもしれない。はい、はい、ということで、いや先生さすがですね、40秒しか使ってなかったじゃないですか。3分ね、はい、初めてだから緊張するとかおっしゃってたのに。はい、ポイントの局面どの辺でしょうか。はい、棋譜もさっきね、はい、声走ってましたから見てたんですけど、はい、まあ、でもやっぱり中央突破できて、 そうですね、そこから鮮やかにこう攻めて快調でしたね。こう飛車が回っちゃったのが逆に、そうですね、近くなりましたもんね。はい、まあ、5四歩と受けておくような感じの方が良かったでしょうか。あ、そうですよね、そこからこうちょっとまったりじっくり、そうですね、はい、伊藤先生の時間をこう減らしていくように戦った方がお相手の方も良かったかもしれないですね。最後のあと3一銀、3一銀ちょっと行ってみましょうか。良かったですよね。もうああ勝ちたいですよね、はい、本当にこれ3一銀以外はね、ちょっと詰み筋ないですからね。はい、4一金は3二玉で詰まないんで、はい、3一銀わざと捨ててから同角なら4一金っていう筋で、はい、でこう、はい、玉が逃げて角をこう取れるっていう効果なんですよね。はい、いやここまでの積みということで、見事すぎて、はい、
こんな風に対局勝てたらいいなって思いながら、ね、はい、拝見してました。はい、素晴らしい、素晴らしかった。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、ちょっと今回弾丸をね、初めてやったんでね、緊張感あったんですけど、はい、意外に長いですね。いや、そうですよね。はい、あの、使い方が難しい、ね。そうなんですよ。なるべくね、序盤は飛ばして、中終盤に時間を残していると、こういった方がいいと思いますね。でもぜひ好評だったらまたね、私の声で対局していただけたら嬉しいです。一回課金したんで、ね、使います。よろしくお願いします。はい、別の棋士の、あのボイスも選んでるので、そうなんですか。じゃあそれも、はいはい、使わせていただきます。ご検討ください、はい、ということで、はい、今日は特別ゲストの川田さんに来ていただきました。はい、降臨しちゃいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、ぜひあの、はい、私のチャンネルにも、ね、そうですね、はい、遊びに来ていただければ。じゃあ嬉しいです。最後に言っときますか、はい、じゃあ僕は先に言いますね。あ、はい、じゃあ糸新 TV イエイイエイと女流棋士香川真央チャンネルも、ぜひチャンネル登録、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。